こんにちは、こちらのチャンネルでは、これから、聖書の朗読をしていきたいと思います。聖書はですね、キリスト教やユダヤ教の、経典あるいは聖典となっています。で、今だいたい現在ですね、世界で3200以上の言語に翻訳されているとされております。聖書は新約聖書、旧約聖書とに、分かれております。それでは、少しずつ朗読していきたいと思います。朗読の、後に分かりやすい、翻訳も入れておりますので、よろしければ最後までお聞きください。先に、普通の、聖書の方を読みたいと思います。聖書はですね、いろいろな訳があります。今回は口語訳という訳でお話ししたいと思います。ヨハネの福音書からですね。はい、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の命で光であった。光はこの闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。次に今読みました、聖書の箇所のリビングバイブル訳という訳をお話しいたします。こちらの方は現代の方に分かりやすく訳されています。ではヨハネの福音書1章の1節から5節ですね。まだこの世界に何もない時からキリストは神と共におられました。キリストはいつの時代にも生きておられます。キリストは神だからです。このキリストがすべてのものをお作りになりました。そうでないものは一つもありません。キリストには永遠の命があります。全人類に光を与える命です。その命は暗闇の中で燦然と輝いていて、どんな暗闇もこの光を消すことはできません。ということで以上です。またどうぞご視聴ください。